あ、よろしくお願いします。週刊ウニュウです。うりゅうっとした動画を作っています。それでは、お相手はいつもの。はい、三好でございまあ、す。よよろろししくお願くおいし願まいしす。ます。じゃあ今日は、この間作ったルーローの三角形を使った動画の振り返りということ。はい。よろしくお願いします。こちらですあ、ね。これですね。まあ、素敵な模様。ズームだとやっぱりちょっとガクガクしますが。ああ、いや、綺麗ですよね。なんかこう、いい感じですね。なんか、何度か言ってるんですけど、はい。フランス映画のね、ああ、なんフランか、ス映画ね。夕日の海でみああ。たいな。ちょっと安い感じはしますけど。ああ。そうね。なんだろうな。万華鏡的なもんは、なんか、映画のオープニングとかに使われる場合はありますよね。まあ、007とかもそうですけどそうですね。ね。あ、すごい回り出したぞ。ズームにしては。おお、まあなんか処理速度がいろいろ。ねえ。そして、して、どの部ああ、品詰めもた。そっ常につながっているというかですね。もう一つのゆっくり版を見ましょう。点または点、あ、点だね。まあ点でそう、つながってる。頂点でつながってる頂点か、でつながってるやつはなかなか厳しいですよね、これね。この機械だと思うとかなりこう、それは、なんつうの、こんなのできねえよっていう感じがします。ロータリーエンジンにするのは無理がありますロータリーエンジン。ああ、ロータリーエンジンね。ね。ロータリーエンジンもルーローですか？確かそうですよね。そうですか。空気まあ、入れて。どういうことになってたか忘れましたけああ、ど。少しだから空気が濁るんだ。濁るっていうか、燃料が残るんだね。だから、角っこで。角っこで。かああ、な？そうかいもや、しれない。わかん外側を四角しとけ。四角形を、外側の四角形を手心を加えておくと大丈夫なのかな。ない。なんそうかいうわけにもいかな。ずかな。大体外側がどういう形だったかも忘れましたけど。忘れました。まあ、詳しくはプロジェクト X。あ、そうだ。ああ、ロータリーエンジン。昔やってたんで、なんか悪魔の爪痕が残ってどうとかって言ってましあ、そうなた。まあ、の。ロそータれリをーエン解ジン。消するのが大変だった。ああ、そうなのか。だって、ロータリーエンジンは圧縮して爆発させるんですもんまあね。そうですよね。ただ回ればいいわけじゃない。うちの親父が昔サバンナはい。RX7 に乗ってましたけどね。ああ、見事に車ですか。田んぼに突っ込んで逆さまになっ何て裸になったっですか、それ。もう犬神家みたいな。犬神家あんまり車ていう。で犬神家突っ放はまあしになね。るんか。じゃあこれはまあ、それで自負版もありまして、まあこれは今日は見せなくてもいいですけど、まあ自負版も結構すっまあきりね、しててでこう、すね。繰り返しサイクルはそんなに長くないから、あ、そうですよね。自負向きですよね。そう、繰り返しサイクルが実はだから、一周よりも短いんですよね。3分の1で回っちゃうんですそうよ。ですね。という。キラキラする。なんでしまあょう。まあ、万華鏡、もう万華鏡の時点でも なんかこう、かなり、なんか目につきますよね。ロールシャハテストじゃないですけど、まあ、万華鏡関係ももう少しちょっといろいろやりたい気え、持大ち丈夫ですもか？ありますね。はい。まあ、そんなことで。あ、じゃあ今日はこれで。はい。それでは、チャンネル登録と、高評価と、なんならコメントを お願いします。それでは、この辺で、さようなら。あ